その上で緊急事態への法律を変えないといけないと痛切に感じていると述べたということですとありますがあのどうぞ。あのー <laughs> はい これはね先ほど申し上げたような医系機官そして日本医師会に代表される医者そして功労族やっぱりこのトライアングルがすべて障害になってたっていうことがねようやく首相もですねそこにメスを入れていくっていうそういう姿勢を見せたんだというふうに考えてもらっていいと思いますよねただですねそれに向かってですねこれまで全く手を打ってこなかったかというとそうじゃなくて改正感染症法というのを作って でそして、まあ、言ってみれば病院に対して、えー、韓国を、その病床を提供しろ医療従事者を提供しろという韓国が国と自治体ができるようになったんですよ。でこれにはある種の罰則規定があってです、ね、それは何かというと韓国に従わない場合は、えーまあ、その病院名を公表するやわ、まあ、らかいというかです、ね、やわな、えーまあ、日本には、ね、緊急事態法というのがないから。 えその程度にしか、試験の制限ってなかなかできないですからね、憲法上の規定がないためにですね、だからその程度になってしまったんだけれども、ただ、あるとないとでは大,きい大違いで、加えて、ですねその法案が審議されるにあたって、日本医師会は、田村厚労大臣、大、はい、クレームで、ふざけんなと、こんなの聞いてないぞというんで、田村厚労大臣はひよっちゃってで、これを発動するにあたっては、ね、医師会に加担相談しますからということで、なんとかなだめだっていう経緯、はい、それだけで、田村大臣だって、これ、厚労族ですからね、頭上がらないんですよ。 ただ、それに対して、ですねあ<ー>ふざけんなということで、奈良県は素晴らしいね、奈良県知事、えーねえー、この一番最初にこの勧告をやったのは奈良県なんですよ、加えて、えーえー、飲食店は、飲食店で感染拡大になったらエビデンスがないっていうことではっきりこれ言った、うんうん、立派ですよ、うん、そういう人たちは。それに続いて、ようやくね、まあ、あれだけ感染者数が拡大しちゃったから、ちょっと遅きにした感はあるんだけども、大阪府がこの改正感染症法に基づいて勧告をやった。えー でででもなななかなかこれできないんですよ、はい、で国と自治体ができるけどもだからもう少し踏み込んだことが必要ですよねって、えー、だってこれ勧告したって言うこと聞かない病院だって言うんだからそこに言うこと聞かせるためにはもっと,もっと踏み込む必要があるそしてワクチンの承認だって日本はさ、うん、技術立国でしょ、はい、でなんで日本がそのワクチンの開発できないの、えー、これは全てね さっき武田先生が冒頭の話で言われたようにワクチンというのは利権化していてね、はい、でそれは日本は手を出しませんよと欧米でどうぞみたいなね、えー、ところがあるからなかなか進んでいかないという経緯があるわけですよ、えー。でそしてあの欧米で開発されてじゃあ日本の番ですよとなった時にえもうファイザー買いますどこそこね買いますってなったアストラゼネカ買いますってなった時にさあじゃあ国内で治験しか認められてないんですよ。誰が知見やってくれます じゃあこういった状況の中で海外での試験を認めろと例えば、じゃあどこがありますかってフィリピンだったら十分可能性があるんですフィリピンとか東南アジアだったら別に札束で横っ綱引っ張るわけじゃないんですよそういった制度があるんだかで海外ではだってファイザーだとほとんど海外の試験だからそれを認めなさいと。こううい緊急時なんだから 平時で対応するんじゃなくて、緊急時ではもっと治験のね。えー、スピードも上げていく、えー、あるいは平時で認められてないようなこともやろうと思ってもできないというね。うん、そういうもうなんていうのかな。えー、そのあの日本っていうのは、はい、柔軟に対応できない国なんですよ。えー、だからそれをやろうということなんですね。まあえー、まさにあの医療がね。完全にお金になっちゃったんですよ。この前言ったように、あさっき言ったようにね。えー、ある規制を下げると病院経営。が 薬が売れなくなくっちゃうから、はあね、それでちょっとあいいこともあるんですよ、うんうん、実はね今度はあのコロナをさ病院が見なかったわけですよコロナ患者が来たら追い返したわけですよ、うん、これのコロナ患者だって表面は患者じゃない患者からいや熱が出て気分が悪いからって病院行く、うん、熱が出て気分が悪いから病院行くって俺コロナじゃないかと思うって言うと病院から帰れるって言われた、うんね、それが続いたでしょ、はあ、それでさ、えー、世の中は一平ちゃん、はい あなた金平ちゃんって読んだったっけ?。全然読みません。読みません。全然言えなきゃ。全然ます。あのね、えっとね、その、そうなっちゃってね。それで、結局ね、患者が、具合の悪い患者が病院に行って、病院が見ないってことは、どういうことかっつうね、火事になってんのに、消防車が行かないってことなんですね。そこで。行ったらね、なんか貧乏な家だから、この消さないで帰っちゃうと。かこれがね、今度医者がやったことですよ。 消防士は火災現場でで死ぬことあるんですよ、えー、当然、ね、警察官は殺人犯の取り締まりの時に死ぬことあるんです、えー、みんなね、うん、僕らも学者もそうだけど危険な研究することあるで、ね、だけど、はい、それは昔から殉職といって非常に貴重なの、はい、我々は殉職しないように十分に気をつける、はい、あの医者もそれは気をつける、うん、だけど僕の知ってる名古屋のお医者さんは何て言ったかったら僕の研究会で私たちは えー、病気にかかって死ぬことは覚悟の上で医者がやってます、うん、それはそうだよ、はい、消防士だって危ないから火を消さないって、うん、それは9.11の時だって随分消防士死んだわけだよそ,、ね、それはまあみんなそうなんだ、うん、職業っていうのが、はい、看護婦さんはもうみんなで示し合わせてそのコロナの患者さん入れないようにしたいっつって言ったっていうからもう看護婦さんやめろって僕言ったんだ、うん、それは看護婦さん例えばあのあと20世紀の初めにあの流行った えー、スペイン風邪の時ね、えーえー、あの時はウイルスっていうのが見つかったのがずっと後だったから、えー、何か分かんない病原菌が、えー、だから医者は手を打ちようがなかった、えー、全部看護婦ほとんど看護婦はやったんですよ<は>ああのつまりそのいや栄養あるものを食べさせたりなんかすることで、えー、なんとか命を保とうとまあそれでバタバタ死んだ、えー、もちろんあの時は兵士が一番多く死んだんだけど看護婦さんも死んだ、えー、だけどそれが職業というもんですよ、えー、僕は昔宮崎に勤めてる時に宮崎県ね そののとこの県警一課長をやった人ある時酒飲んだらね、えー、武田さん僕の体を見,見ますかってって裸になったらね、えー、刀傷が5箇所ぐらい当たる虎ですら、えー、える時に切られるわけですよ、うん、暴力団とか殺人犯に。えー、だからそういう職業がなかったら僕ら生きていけないわけですよだから今度ね一平、えー、さんいいことがあって、ねはい、予想によるとね、えー、病院の15%が潰れるんだ 僕に言わせれ言葉悪いよ非常にこういうところで言う言葉じゃないけど本心はざまめろって感じなぜか言ったら、はい、火を消さない消防士なんていらないっつってんる、うん、犯人を捉えてくれなかったら警察が犯人捉えてくれなかったら、はい、女の人が赤ちゃんとかみんな死んじゃうわけだから暴漢がいたら, <laughs> だからそれ命張ってやってるわけですよ、はい、ね。えー、だからあのそういう人たちでない医者ができたって、えー、どういうことかって言ったらね、えー 年取るとね飯が食えなくなってついに死ぬ時にね<ー>日本だけだけど胃ろをつってね<ー>もう食えないからここに胃に直接穴を開けて、ね、栄養分入れる、うん、これがねこの前までお医者さんはそういう患者さんを前にしたら家族にどう言ったかっていや胃ろっていう手段でね元気になりますから意識はどうだか分かんないけど元気になりますからぜひやってくださいって言ったんですよ、うん、今このままねでそ<ー>したら胃ろがあんまり日本は多い胃ろう治療が多いからっつって、うん 厚生労働省が点数を下げたんですそ、えー、したら医者はどう変わったと思ういや医療なんかするのはあんまり人間的じゃありません <laughs> ねほでぐっと減ったんですよ。と<ー>いうことは今の医者が進める治療は金が儲かる治療だけだってことをは,はっきりと実証したんだ、うん、ひどいもんですよ、うん、それはね医,者医師会の方でもぐっと反省してね、えー、我々は原点に帰る、はい、で原点に帰るってことは、うん 我々は医者という職業を守るために消防士と警察官と同じ立場に立つ。えー、これですよ。えー、ね。あのね話が、僕ねテネシー州のねヒューストンだったかんが止まってるヒ,ヒルトンホテルに止まってる時ね、はい、41階に止まってたんだ。えー、そしたら火災警報が夜中の2時くらいをわーって鳴ったんだ。えー、もうびっくりして飛びあびっくりして飛び起きたのがちょっと後だったと思うんだ。そ、はい、のはね僕は気がついて起きて、えーえー これは大変だ火災だと思ってねそれでカーテンを開けたんだよそして下を見たんだ42階下に消防車がずらっとホテルの周り囲んでんだよ41階でしょうわーっと思ってねのわーっと外出てそしてエレベーター押そうと思ったらエレベーター動かないんだ火災でもうこれ大変だもう死ぬと思ってね非常階段に行って非常階段ずっと降りてきたね四41階から非常階段を20階ぐらいまで降りてその時に 下からね消防士がダーッと上がってきたの10人ぐらいそれで火事はどこだどこだって僕叫んでんのでいや分かんないと煙も見ないし火も見ないとだけども俺は41回だったから41回降りてきたってその時答えたまあ英語だけどねとっさにそしたらその時僕ショック受けたのはね逃げる僕の方が火災現場に行く消防士よりか年取ってるんですよ僕の方がだから死ぬのは僕のはずなんだ 消防士が上上がるのに俺がなんで下に逃げなきゃいけないこう思ったら強く非常にだってその時に上がってくる消防士はさ体もでかいし正解な感じでねこうやって重たい服ででっかい靴巻いてだーっと上がってくるっ母が言いながらねなんだと言ったい僕は逃げるのは間違ってると思ったんでも逃げちゃったんですか 僕で行っちゃった下まで行っちゃったすださん何すだんさんやっぱりあのあ時にホテルの客になんかホースを渡すべきだよじゃあホテルあなたがやりますか私がやりますかってということですね。そのためにね仕事に意外と言ってることに勇ましいんだけどねいや人術の原点に変えだっていうのはなかなか 順通り言ってよろしいですか。あ、<で>これは後はね、これやりたいんですよ。九、はい、時までね、やりたいんです、ね。えっと、次のこちらはい、そう,そうです。ではでこちらね、折り返し前のニュースということで、えー、触れてまいりましょう。世界の軍事費2.6%増、コロナ拡大でも最高額更新という、えー、続けて深掘りまいりましょう。共同通信によりますと、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は26日、2020年の世界の軍事費は 前年比2.6%増の1兆9810億ドル、日本円にしておよそ213兆7700億円だったと発表しました。推計値が残る1988年以降で最高額を更新したとのことです。世界的な新型コロナウイルスの感染拡大で各国が経済的打撃を受ける中、アメリカや中国、ロシアなど上位を占める国々